カロリーネ・アウグステ・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の王女。バイエルン王・マクシミリアン一世の三女で、後のビュルテンベルク王・ビルヘルム一世の最初の日、ついで、オーストリア皇帝・フランツ一世の四度目の日となった。七百九十二年二月八日、後のバイエルン王・マクシミリアン一世と、その最初の日であったアウグステ・ビルヘルミ・ーネフォン、ヘッセン・ダルムシュタットの間に第四子として、 マンハイムで生まれた。1808年6月8日に、ミュンヘンで当時ビュルテンベルク戦抵抗の生死だったビルヘルムと結婚するが、1815年に離縁した。その後、1816年11月10日に、ウィーンでオーストリア皇帝フランツ一世と再婚した。その際、同時にフランツ一世の弟のトスカーナ大公、フェルディナンドからも求婚を受けていた。 皇室の財政難から、質素な結婚式を挙げた後、美しく、事前活動に、積極的な皇后は、国民からの高い人気と尊敬を受けることとなった。ちなみに、フランツの最初の日エリーザベト・フォン・ビュルテンベルクは、ビルヘルムのおばにあたる。カロリーネ・アウグステは、生涯を通じ、子に恵まれることはなかった。なお、イボ妹の一人のゾフィーが、 フランツ一世の三男フランツカール大公と結婚して皇帝フランツヨーゼフ一世をもう一人のルドビカが同族のバイエルン公マクシミリアンヨーゼフと結婚してその皇后をエリーザベトを設けている。確執で知られるゾフィーとエリーザベトだがカロリーネ・アウグステはこのイボ妹と名の両者と非常に親しかったという。夫の死後は主にザルツブルクで過ごした。 カロリーネア・アウグステは1873年2月9日にウィーンで死去した。遺骨はウィーンカップツイーナー教会の皇帝のお骨書に収められている。ありがとうございます。